などない大豪邸で暮らして、美術館みたいに絵を飾って、ルーブルからモナリザ買い取って、本物にボールペンで描くヒゲ、マルセル・デュシャンの泉にションベン、芸術といえば何でも OK、 ダダ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 ダ、最初にこのお話をお伺いしたときは一言で言うと非常にびっくりしました。これ本当に VR でやっちゃうのかっていう驚きがありましたね。一般的に例外もありますけど、ミュージックビデオって言ったらこう16対9っていう中でみんなやってって、どうやったらフレームレスになるのかなっていうことを考えていくうちに結果 VR ってことになったんですけど、であとまあ組み合わせですね、MX4D のシートとプラス VR もつけて360度の動画でミュージックビデオっていうフォーマットで作れたっていうこと。ミュージックビデオっていうのも作るっていうこと自体結構こう飽きちゃってて、縦型で見る用の三つ岡ってビデオを作ったんですけど、自分的にはまあ最初にやったかなぐらいな感じで満足してたんですけど、全然いいリアクションがなくて、世の中からそれだったら、ね、やめようかなと思ってたところで、アルバム出すことになって、もう一個ビデオ作ろうかって話になったんですけど、まあ、僕自身初めはまあ突き進むっていうカメラワークだったんですけど、高橋さんの方から縦じゃねえかっていう、これをこう釣って空間移動させてるっていう技法自体のが僕の知ってる限りではやってる人がいなかったんで、まあ、細かい人の動きとか距離感とかは VR なんで近い位置に人がいる感じとか、まあ、その辺の距離感とかこだわって撮影してましたね。ソニーの方からの提案でハプティクスのベストもつけて、ハプティクス、ソニーが独自開発したハプティクスという技術をこの 4D に組み合わせることによってさらなる没入体験っていうのを実現できるんじゃないかということで、今回そういったチャレンジングな試みができることになりました。この技術は手で何か触れた時に感じるザラザラゴツゴツしたような感じですとか、特徴的なのが銃で撃たれるシーンがあると思うんですけども、本当に体の中を弾丸が突き抜けているような感覚とかをまこだわって表現しました。せっかくこのシステムを使ってやるんだったら、システムのを使う意味があるものにしないとなっていうのを一つ自分の中での課題かなと思って出たんですね。飛行していくシーンみたいなのっていうのはやっぱこのシステムを使う上で効果的なシーンなんで、まあ、体感型にするっていうところで、まあ、最後に突き抜けてその街を見下ろしてもらってっていう、そこまでセットにできたらいいかなと思ったんで、どうしてもその最後のアウトロの街の中を飛んでいくっていうのは必要だったのかなと。もともとこうカルチャーの発信地がヨーロッパのパリとかだったりしたのが40年代ぐらいにニューヨークになって、それが今こうアジアだったり特に東京とかになってたりするんですね。今回のビデオってすごいその日本的だと思うんですよ、ある意味その世界観としては。サイバーパンクって言ったらちょっと語弊ありますけど、東京のこう持ってる無機質な感じだったりフューチャーな感じっていうのを、まあ本当にこれも普通に今一番現行の最新の世界観としてやったら東京の感じっていうのになりました。出来栄えとかクオリティの部分じゃなくて、まあ、試みとして誰もやってないことできたなっていうのが一番大きいです。ただ見る、視聴するっていうのから体感するっていうので、まあ今あるテクノロジーの中で一応フルスペックに近い形でできたのはすごい自分的には自己満足しました。